ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はこの先 1,2 ヶ月の間に発売されるドコモの新型スマートフォンをご紹介します。まず一つ目がこちら、 LG の V30 プラスです。 V30 プラスは au からは異彩ブランドで既に発売されましたが、ドコモ版は1月に発売になります。スペック的には CPU がスナップドラゴン835ですので、今年発売されていたフラグシップモデルとほぼ同じスペックになっています。ただこの V30 プラスの場合、 Google の VR プラットフォームである Daydream にも対応しています。まだまだ Daydream 対応モデルは少ないので、 VR コンテンツを楽しみたいという方はこの V30 プラス狙い目だと思います。またこの V30 プラスをベースにしたジョジョスマホというのが発売されるんですが、そちらは販売時期が3月になってしまいますので、残念ながらまだしばらくは購入することができません。ただし予約については12月20日から始まっていますので、購入を決めている方は早めに予約しておくことをお勧めします。限定品でもありますし、人気モデルとのコラボモデルですので、3月まで予約もせずに待っているともう買えなくなってしまっている可能性が高いです。そして次のモデルがディズニーモバイルです。毎年恒例となったディズニーのキャラクターとコラボしたモデルになります。ベースは LG のモデルにはなるんですが、U11 ではないです。CPU はスナップドラゴン435ですので、ローエンドからミドルレンジの中間ぐらいのスペックになります。なお、ディズニーモバイルの販売時期は来年2月下旬となっています。次のモデルは楽々スマートフォンです。こちらは来年2月下旬に発売予定で、もうお馴染みとなったお年寄り向けの端末になります。今回からドコモウィズ対象モデルとなっていますので、非常に買いやすくはなっています。最後のモデルは MZ01K です。この端末は購入を決めている方も多いのではないでしょうか。ここ最近発売されたスマートフォンの中でも特に異色の存在で、ディスプレイが2画面になっているモデルです。CPU はスナップドラゴン820で、1年前のフラグシップに搭載された CPU ではありますが、スペックはともかく2画面を活かした操作などが面白い端末ではあります。なお、こちらの MZ01K ですが、発売は来年2月下旬となっています。いかがだったでしょうか？年明け早々にもスマートフォンの新製品が続々登場しますので、欲しい端末がある方はお正月の間にお金を使い果たさないように気をつけておく必要があります。また1月にはコンシューマーエレクトロニクスショーといって世界的な家電の見本市が開かれる上、2月にはモバイルワールドコングレスといってモバイル関係の新製品などが発表されるイベントがあります。コンシューマーエレクトロニクスショーやモバイルワールドコングレスっていうイベントの場で発表される製品は、コンセプトモデルだけではなくて実際に発売される製品も発表されます。もちろんその中では日本で発売される製品もありますので、この冬モデルのスマートフォンの中で特に欲しいものがないという方は、その辺のイベントの内容をチェックしておいて、来年夏モデルかそれ以降に発売されるスマートフォンを狙った方がいいかもしれません。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。